はい、どうも皆さん、プロスペです。じゃんけんってさ、普通に考えたらグーチョキパー全部さ勝率って同じはずなんだけど、だけどなんか直感的にさ全部同じ強さじゃない気がして、グーが一番強いみたいな。まあだから今回はグーチョキパーの中で何が一番強いかっていうのを考えていくんだけど、そもそもじゃんけんって何かっていう話ね、まあ、こっからはユキリアで話していくけど、そもそも3すくみ、まあ、ここに今紙とハサミと石あるけど、まあ、この3つのものが1つずつ強いものと弱いものを持つ関係を3すくみって言って、まあ、この3すくみの関係をもとにした遊びっていうのが、まあ、東アジアで昔からあったわけで、まあ、それで日本から昔からあったその3すくみの遊びと東アジアから来た、まあ、また違う遊びが合わさってもう新しいやつが生まれたわけで、まあ、その時に、まあ、何個もう3すくみじゃなくてどこぐらいあったのかな、多分。まあそれで、だけどそれじゃ分かりにくいから省いて3つに合わせたんだよ。そんでその3つ合わせた拳の形に紙とハサミと石っていう意味を与えたわけで、それでじゃんけんができた。だからさ、重要なのが勘違いしてる人多いっていうか、俺も知らないは知らなかったけど、このパーチョキグーが先なんじゃなくて紙ハサミ石が先なんだよ。これはまあ、なんでパーチョキグーかわかんないけど、まあ、パーって開くからがパー、チョキって切るからチョキ、ギュッて握るからグーみたいな、そういうことらしいんだけど、一説では。まあだから、とにかくじゃんけんっていうのは紙とハサミと石の遊びなんだよ。まあそしてもう一つ重要なのが、まあ、合わせられたってことね。とにかく3すくみの様式にしたいがために3つに合わせたってことなんだ。だから3すくみにするためにわざとこの紙とハサミと石がそれぞれ強いもの弱いものを1つずつ持つようにしたっていうことで、だからそうなるようにルールが作ってあるんだよね。まあ、それでさ、じゃんけんってどうやったら勝ちなのっていうのを考えた時に、ハサミ対石、チョキ対グーを考えた時に、まあなんでこれ、まあ、こうなってグーの勝ちかって言ったら、ハサミが切れないからなんだよ。そして紙とハサミで同じことが言えて、まあ、パートチェックがこれ切れるじゃん、こうやって。だからなんでこれハサミの勝ちかって言ったら切れるからなんだよ。まあ、つまりパー対チョキとグー対チョキでは切れるか切れないかっていうのが勝利基準になってるわけ。まあ、それで、まあ、一つあるのがこのパーとグーだけ基準が違うんだよ。こうやってさ切るとかじゃないじゃん。これどうや、なんでこういうさ、紙の勝ち、だからパーの勝ちになるかって言ったら、包めるからなんだよ。だから、これは包むか包まれるかっていう勝利基準なわけだよね。パー対グーだけ。でもこれってさ、えってなることない。で、何がえってなるかって言ったらさ、ちょっとやべえ、違うやつか。これでさ、いや、紙がさ、石を包んで勝ちでいいならさ、紙がハサミを包んでさ、あれこれでパーの勝ちだよねってことでいいじゃん。これが不思議なんだよね。だからさっき言った切れるか切れないかを基準1として、包まれるか包むかっていうのを基準2とすると、あ、だからパーチョキはもともと基準1ではチョキの勝利だったけど、基準2ではパーの勝利になる。まあ、そんでグーパーはなんだろうね、これは基準に、あ、基準1だと、まあ、切れるか切れないか、まあどっちかって言ったらさ、石が当たったら破けるじゃんこれ。まあだからまあどっちかっていうとグーの勝ちなのかな。まあそれであとはまあ石とハサミ、グーチョキだと、まあこの形見てどっちかって言ったらハサミが石を積んでるような気がするから、まあどっちかって言ったらハサミの勝ちなんだわね。まあ、これねちょっと面白いのがね、この基準を逆に適用しても結局は3すくみの関係になるっていうね、これがちょっと面白いんだけど、まあ、それは結局それじゃあ全部同じ強さになっちゃうじゃんってことで、ちょっと例外を考えていこうと思う。例外っていうんだから、この最強のハサミと石と紙、まあ例外だから無視すればいいじゃんって思うかもしんないけど、さわざわざさ強いの持ってるの弱いの出さないじゃん。そう考えると例外的に強いやつを外れとして無視することはできないわけ。だから、まあ、それで何人が最強かって考えた時に紙なんだよ、もう紙、何強い紙って言ってたな。
まあシリアルは画用紙だろうと思うんだけど、まあ大体紙は画用紙で、ハサミはね、なんと石を切れるハサミがあるらしいんだよ。石膏鉗子っていうらしいんだけど、あのペンチみたいなやつ、まあ、それで石がね強すぎるんだよ、溶岩。溶岩最強でしょ。あんなんさ、触ったら何でも溶けるよ。まあそれでさ、さっきの基準値と基準値をもとに、この例外だから、紙が画用紙、ハサミが石膏鉗子、グーが溶岩って考えた時に、溶岩と石膏鉗子戦った場合、まあ、石膏鉗子1を切れるハサミなんだけど、でもさ、鉄じゃん、溶岩に入れたら溶けるじゃん、だから結局切れないから、この場合も溶岩の勝ちになるわけ。それで溶岩対紙、あ、画用紙は結局画用紙溶けるわけじゃん、まあ、そうすると、まあ、だから切れるか切れないか、切れるか切れないかっていうやつがもうよくわかんないんだけど、まあ、どっちかというとさ、紙がなくなるから、まあ、基準1だと、まあ、溶岩はチョキにもパーにも勝てるわけ。だからそれで、まあ、まあ基準1でチョキ対パーだから、石膏鉗子対画用紙だけど、まあ当然今画用紙ないけど、まあ、切れるよね。あったもん、普通のハサミでも画用紙切れるでしょ。石膏鉗子で切れないわけないんで、まあ基準1だとこんな感じなんだけど、基準に包むか包まないかっていうのをやった時に、包むか包まないかにおいてさ、石って最弱なんだよ。だってさ、どうかけられてこいつが包めるわけないもん。結局さ、まあハサミでも、あ、石膏鉗子でも画用紙でも、まあ、溶岩に溶けちゃうと思うんだけど、まあ残りカスが外側につくわけじゃん、まあ溶けたものが溶岩の外側に。それ包んでるか包まれてるかって言ったら包んでるよねってことで、結局溶岩は基準にだと石膏鉗子でも画用紙でも負けちゃうわけで、まあそれで包むか包まれるかで、画用紙と石膏鉗子考えたら、まあちょっとまずいか追いにくいかもしれないけど、画用紙で石膏鉗子包めばいいよねっていう。これね、また面白いことが起きて、この例外の勝負を考えた時に、基準1と基準2の合計6戦をやると、石膏鉗子が基準1での画用紙と基準2での溶岩2対で2勝を、溶岩が基準1での画用紙と石膏鉗子で2勝を、そんで残りの画用紙が基準2での溶岩と石膏鉗子で2勝って、また同じ勝数なんだよね。不思議なんだけどこれ。まあそんでやっぱり全部強いんじゃんって思う、まあ一局全部同じ強さじゃんってなっちゃうんだけど、だよ、だけどね、さ、まあさ、いろいろ言ったけどさ、包むか包まれるかっていう基準でさ、溶岩がさ、画用紙についてその溶けたやつがちょっと残ってるっていうので一生とカウントして、それに対して切れるか切れないかでさ、画用紙がハサミを切るっていう勝利の仕方がさ、勝利の質が違いすぎないかっていう。どう考えてもさ、画用紙がさ、ハサミを切るのが気持ちいい勝利じゃん。微妙じゃん、画用紙がさ、溶岩の周りに溶岩の周りに溶けたやつがつくから勝利っていうのはめちゃくちゃ微妙じゃん。ポイント制にしたらどうなるかって話で、だからこの勝利ポイントを勝ったら1、負けたら0じゃなくて、どんぐらいの勝利とかっていうので、まあ、0から1まで評価した時に確実に溶岩が強いんだよ。なんでかっていうと、戦いっていうのは相手を倒したやつの勝ちなんだよ。そう考えた時にさ、溶岩って紙かハサミのさ、だから画用紙と石膏鉗子が、画用紙と石膏鉗子を消滅させられるんだよ。強すぎないかっていう。まあこれさっき言ったことが生きてくるんだけどさ、紙で包んだ勝ちってなんて言ってほしいじゃん。おかしいでしょ。だからさ、そうなんだよ、3すくみの関係に無理やりしようとしたせいで、なんでかしら紙は包むだけで勝ちっていう特権をもらっちゃったんだよ。どう考えたらこんなの紙勝ちじゃないじゃん。だからルール上は勝ちになってるけど、まああんまり綺麗な勝ちじゃないよねっていう考えた時に、まあ、紙の最大化も決定だよ。あれこいつ弱いもん見るからに、いつでもさ破れちゃうしさ、ハサミでも切れちゃうんだよ。こんなんもう弱々だよ、弱々は。だから紙は最弱、紙最弱。石とハサミを比べた時、まあ、普通にさ戦ったら負けるじゃん、ハサミが。まあ石膏鉗子だったら確かに石は切れるらしいけど、でも溶岩は切れないじゃん。だってやっぱりさ強いの石だよ、まあ、そうだ、結局は直感なんだよ。この3つどれが一番強いですかって言った時、まあ、この石はちっちゃいからだけど、例えばさ山の奥にあるでっかい岩とかで持ってきたらさ、絶対石が強いんだよ、溶岩で、ね、しかも一番強いやつ。
強いじゃん、こけるよみんな。というわけでまあほんと結局直感と同じグーが強いってことが、まあ、理論的に証明されたと、まあ綺麗な結果になったというところで、今回はここまで。それではまた、ほら。